いやー、確かにユニクロもグローバルワークもいいんだけど、たまには違ったブランドも発掘したいな。なんかこう、価格が抑えめで、なおかつデザインもベーシックで使いやすいブランドってないのかな。ということで皆さんこんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画はですね、冒頭にちょっとお話をしましたが、まあユニクロとかグローバルワーク、このあたりはですね、僕の動画の中でも常連なんですが、まあそれ以外になんかいいブランドがないかなというところで、僕も常にですね、アンテナを張り巡らせているわけですね。その中でたまたまですね、今回良いブランドを発見したので、皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っています。僕はですね、日頃からいろんなブランドを見てるんですが、たまたま楽天ファッションの方でアイテムを見ていて見つけたんですが、クラフトスタンダードブティックというブランド、お店があるんですね。ここ僕は今まで一度も知らなかったんですが、見てみたらですね、なかなか良くて実際に商品を買ったんですね。まあ、今回は2着購入したわけなんですけども、どちらもですね、なかなか良かったんですね。まあ、価格帯で言うと、ユニクロよりは高いです。ただですね、セレクトショップのオリジナルに比べると、価格帯はそこまで高くはないというところで、ユニクロ以上、セレクトショップ未満というところで、だいたいグローバルワークと同じぐらいの価格帯なのが、このですね、ブランドなんですね。ちなみに今回 PR とかでは全くなく、何のつながりもない中、勝手に動画をお届けしてるわけなんですが、このブランドの特徴としましては、割とですね、ブランド名にある通り、ベーシックで大人の男性にも似合いやすいような、スタンダードなお洋服が多いですが、まあその中でもテイストとしてはちょっとアメカジっぽかったりだとか、あとはですね、フレンチカジュアルですね。まあこのあたりは結構セレクトショップのエディフィスが強かったりするんですが、このあたりをうまくミックスしながら、日本らしいですね、繊細さだとか手作り感というところをうまく表現したのが、このブランドの一つの特徴なのかなと思っています。まあちょっとですね、まだまだ店舗数としては多くはないので、身近なブランドというわけではないかなと思うんですが、オンラインでも買うことができまして、なおかつですね、デザイン的には僕ら大人世代にはすごく使いやすいものが多くて、僕はですね、ちょっとこれは穴場なのかなと思ってまして、今回はですね、僕が買った2点のアイテムを実際に着ながらですね、皆さんにご紹介ができればなと思っています。こちらのチャンネルでは主にユニクロとか、あとはグローバルワーク、グリーンレベルだとか、そういった大人の男性でも使いやすいベーシックで、人から見た時の好感度が高いお洋服をご紹介してるわけなんですが、そのラインナップにですね、添えてもいいんじゃないのかなというブランドなので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか？まずは僕が着ているこちらのですね、まあ、いわゆるシャツアウター風のアイテムなんですが、これね、なかなか良かったですね。商品名をお伝えしますと、こちらはですね、綿ナイロンダンプビッグシャツというものになってまして、定価が6050円だったんですが、なんと 30% オフになってたんですね。ですので4235円で買うことができました。なおかつですね、僕は楽天カード持ってますので、ポイントもつきますので、結構ですね、4000円ぐらいで買えるので、なかなか良い買い物だったかなと思っています。まあ、このようなですね、ちょっとこう、ミリタリーだとか、ワークっぽさを感じるようなシャツというのは、今年はですね、結構多くなってるんですね。まあ、僕自身も好きで、いろんなブランドのものを購入しましたが、なかなかこちらも良かったですね。まあ、デザイン的には割とスタンダードではあるんですが、とは言ってもですね、ある程度今のトレンド感というところをしっかりと抑えたようなアイテムになってまして、まずはサイズ感ですね。こちら ML の展開で僕が選んだのは M サイズになります。少しサイズ感も緩めで、肩なんかが落ちてるのもわかるかなと思います。本格的なミリタリーウェアというよりは、現代的な解釈でサイズ感とかも少しゆったりめにしてるのが分かっていただけるかなと思いますね。そして、ユニクロとかでもこういったちょっとミリタリーワークテイストのシャツってあるんですが、まあそういったものに比べるとディティールが凝ってるんですね。まずは胸のポケットですね。フラップ、こういった蓋がついているような左右対称のポケットがついていて、あとはですね、腰にちょっと大きめのジップ付きのポケットがついてるんですね。これがね、結構ディティールとしては面白いなと思うんですね。ここに荷物もたくさん入りますし、デザイン的なアクセントにもなっているので、すごくこのポケットも個人的には気に入っています。荷物をどれぐらい入れるかというのは人それぞれかなと思うんですが、これだったら割とですね、僕はどんな機会に使いたいかというと、外でガンガンに遊ぶときですね。アウトドアだとか、子供と公園で遊ぶだとか、
一番使いたいなと思っているのはキャンプの場面なんですね。最近僕はキャンプにハマっていて、これからの季節なんかは特に楽しみたいなと思ってるんですが、まあキャンプの場面って結構ですね、テントの設営とかで汚れたりもするので、動きやすいこと、軽いこと、そしてある程度汚れが気にならないことがすごく重要かなと思うんですね。まあそんな時にこういったナイロンとコットンのコンボ素材というのは、まあシャカシャカとしていて、そんなにシワも気にならないですし、汚れてもですね、こういった色ってあんまり目立たないので、すごくいいんですね。なおかつこういったオリーブ色というのは自然の中にも馴染みやすいので、そういった点でもバランスがいいのかなと思ってます。まあ価格もね非常にこなれてるので、まあちょっと汚れてもそこまで気にしなくていいというのも個人的にはすごく気に入ってるポイントなんですね。まあこれから春の季節なんかは今のコーディネートのように T シャツですね、こういったものの上にさらりと着こなすだけでもうコーディネート完成してしまいます。ボトムスはですね、今ブラック系を履いていますが、他にもですね、内側をですね、ブラックにしてしまって、ボトムスをホワイトでちょっと軽快な感じを出してもらうのもいいかなと思うので、結構これはコーディネートもしやすいので、なかなか良かったかなと思うんですね。まあ価格帯で言うと、ユニクロよりはちょっと高いんですが、セレクトショップ未満というところで買いやすいというところも含めて、これね、なかなかそういった立ち位置のブランドって多くはないかなと思うので、僕はすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。まあデザイン的なポイントで言うと、あとは前と後ろで長さを変えてありまして、後ろの方が長いんですね。ですので、後ろにから見た時にお尻がしっかりと隠れるというのも、個人的にはバランスがいいんじゃないかなと思いますね。まあ前を開けて着るのもいいですし、あとはボタンを閉めて着るのもいいと思いますね。こんな感じですね。まあ第一ボタンだけ開けて、内側の T シャツをですね、少し見せてあげる。こんな感じの着こなしもいいかなと思うので、まあ様々なコーディネートもできるかなと思うので、これはすごく使い勝手のいいシャツなんじゃないかなと思っています。まだセール価格でギリギリ手に入るかなと思うので、気になる方は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。あともう一着買ったものがあるので、この後こちらに着替えてみたいと思います。はい、続いて2点目に購入したのは、僕が今着ているこちらですね。商品名は、メンダンプバンドカラービッグシャツということで、価格は税込み4,950円。これはね、いいですよ。個人的にね、ちょっと着た瞬間、にやりとしてしまったぐらい良かったんですが、僕はね、そもそもこういったバンドカラーシャツの愛好家で、めちゃくちゃ数を持ってるんですね。まあその中でも、まあストライプ柄のものだとか、あとは色もですね、オリーブ、ベージュ、ホワイト、いろんなものを持ってるんですが、こういったブルー系はね、春夏らしい爽やかさがあって、なかなかですね、大人の男性が着るには似合いやすいアイテムだと思うんですね。なんといってもこういったブルー系っていうのは清潔感が漂うので、着るだけで小綺麗に見えるというところもすごくいいんじゃないのかなと思っていますね。まあ素材はですね、ちょっと張り感のあるコットンで、このですね、風合いがなかなかいいんですよね。パリッとしていて、へたる感じがしないところ、ここがね、また清潔感にもつながって、非常にいいんじゃないかなと思っていますね。僕は今、第一ボタンを開けて、下に白 T を覗かせながら着ているんですが、まあ、こういう着方が個人的にはちょっといいかなと思ってますね。いつも僕は、こういった、第一ボタンを閉めて着ることも多いんですけども、全然ね、この閉めたり開けたりするだけでも印象が変わるのもですね、なかなかいいところかなと思うんですね。あとはもう前開けてしまってもいいですね。中に T シャツを着て、その内側を見せながらみたいなスタイリングもできるので、そのあたりもね、なかなか着方次第でコーディネートの幅が広がるので、いいんじゃないかなと思いますね。あとね、身幅は結構広めなんですよ。ゆったりめです。こう広げるとわかるんですが、まあ、適度にゆとりがあって、肩のラインも落ちてるんですね。このあたりもトレンド感というところをうまくミックスさせているので、デザインとか素材使いに関しては、ある程度スタンダードなんですが、サイズ感は現代的というところが、このブランドの一つのテーマかなと思うんですね。このシャツは個人的には大好物で、大人の男性すごく似合いやすいと思います。体型もですね、痩せ方の方から普通体型、ぽっちゃり体型の方でも似合いやすいので、これはね、ほんと30代、40代の大人世代には、すごくいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ユニクロにもこういったスタンドカラーシャツってあるんですが、やはりサイズ感が割とコンパクトですね。まあ、ベーシックなところをですね、軸足にしているので、もう少しコンパクトな作りになっているので、それじゃちょっと物足りないなとか、トレンド感を出したいなとか、あとは人と被るのがあんまり好きじゃないなっていう方は、このシャツなかなかいいんじゃないかなと思いますね。
まあ、カラー展開は他にもいくつかあるんですが、もう断然ブルーが良かったです。あとストライプ柄のやつもあったんで、それも良かったんですが、まあ、個人的には一押しはこのブルーなので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思ってます。まあ、これからの季節だったら、まあ、このような形で1枚で着てもらうのもいいかなと思うんですが、まあ、ちょっと肌寒いなという時には、上に1枚軽いジャケットなんかを羽織ってもらうのもいいかなと思いますね。僕が動画の中でいつも着ているこちら、スティーブン・アランというブランドのですね、まあ、グレーのジャケット、せっかくなので、この上に羽織ってみたいと思います。はい、こんな感じです。いかがでしょうか？上にですね、ジャケット羽織るときは、第一ボタン閉めちゃった方が収まりがいいかなと思うので、まあ、ここは自由なんですけども、僕は第一ボタンを今度は閉めてみました。こんな形で上にジャケットだとか、あとは先ほどのアウターでも合わなくはないかなと思ったんですが、丈の長さがちょっと微妙にですね、揃わなかったので、今回はジャケットを着てみました。こんな形で、アウターの内側に着てもらうのも結構バランスが良かったりするので、様々な使い方ができると思いますね。まあ、素材的にあまりですね、季節も問わないので、これから春、夏はですね、腕をまくって着てもらうのもいいと思いますし、秋だとか冬にもインナーとしては活躍するので、すごくこういった一枚があると、着こなしの幅が広がるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、僕がネットでたまたま見つけました、クラフトスタンダードブティックのアイテムを2点、もちろん自腹で購入をしまして、皆さんにご紹介させていただきました。冒頭にもお伝えした通り、これは PR 案件でも何でもなくて、僕がたまたま買ったものをご紹介したわけなんですが、世の中にはですね、まだまだ僕たちが知らないようなコストパフォーマンスのいい優れたブランドたくさんあると思うんですね。そういったものもどんどんこのチャンネルでは触れていきたいなと思ってますし、僕自身知らないことまだまだたくさんあると思うので、ぜひ皆さんもですね、コメント欄にこんないいブランドがありますよという形でお伝えいただけると嬉しいなというふうに思ってます。まあ、このブランドのですね、ページを見てみると、割とですね、アメカジだとかフレンチカジュアルだとか、まあ、このあたりをうまくミックスしながら、大人の男性にも似合いやすいもの。しかもですね、サイズ感は現代的で、割とですね、トレンド感を抑えたものが多かったりするので、これからも僕は定期的にチェックをしていきたいなというふうに思ってます。こんな形でこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、こちらのチャンネル以外にですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを僕は運営をしています。そちらの方では初級者から中級者へとステップアップするためのですね、情報をどんどんお出ししていまして、週に1回はですね、YouTube の生配信もやっています。皆さんからいただいたご質問にどんどんその場でお答えしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。